それは何県の？滋賀県にあります。滋賀県にある粟津ヶ原。はい、黒は六月の空なれば。六月っていつですかね？1月。その頃っていうことですかね。はい。これ今何座ってあるんですか？将棋です。カズラオケです。方としてはどういう体なんですか？馬に乗ってる方です。馬に乗っている。はい。はい、雪を濡る人間の心を飛んだかよいじと人間を刺して駒って何ですかね？駒、これは馬のことです。落ちていくというのはどこ、どうなるん？じゃあ都落ちの落ちですね。都落ち、はい。薄の森の深に溶け込み。今これは何をしてる？はい、馬に乗って落ちていくところに1月ですから薄い氷が張ったところを馬が踏み破ったという方です。はいはい。そして薄氷の深田、薄いのと深いのが出てきましたけど、薄い氷の張った深い田んぼ、まあまあほぼ沼に近いようなところでしょうね。そこに馬が、馬の足がこう落ちた、あの踏み破った、踏み破った、はい。ゆんでも寝ても。ゆんでと寝てって何ですか？はい、弓の手、矢の手、つまり弓の手は左手のこと。左側、ゆんでも寝て、寝ては馬を持つ方の手かな、要はこれは右手ですね。右の方ということですね。だから今右左と。なるほど。寝てもあぶみは沈んで降り立たん頼りもなくて手綱にすがって鞭を打てどの。これは今何してるんですか？はい、薄い氷を踏み破って馬の足をどこかに引っ掛けて、陸へ上がる、そのきっかけを探して見つけて、ここってあったっていうので馬の手綱を引っ張ってここへ上がれというふうにしたかった。なるほど。鞭を打てども引くこともなにそのままなり前後もごぼして聞こえたまえに怖いかにおさましや。おこれは何をされてるんですか？これはしおりと言いまして、あさましや泣いている方です。泣いている方。はい。怖いかにっていうのは、思いの通りで馬は進まんから怖いかにと。なるほど。血を超えちゃう。おそもしやおここりし。今のは駆け寄せて見立てますれば、これはど
思えが義仲の方に駆け寄っていったところというところですね。で、刀はここに表を折った義仲が寝ている、そこのそばへ駆けつけたというところです。なるほど。表は置いたまいぬ、乗り替えに寝させまいらせ。乗り替えとは傷を負ってるから、いや自分の義仲が乗ってる馬から別の馬に乗って共に逃げましょうということですよね。なるほど、うん、この松原に御供し、早恩寺が居候へ。早恩寺が居候へとは、要は武将というものはその位の低いものにやられてしまうよりかは自ら命を絶った方が、後の世に誉れ高く捉えられる、なので自害をしてくださいと言っています。なるほど。自害そぼらえ、ともえもともともわせば。今まで何されてるんですか。一緒に死ぬことをお供いたしますという意味で、義仲にお辞儀をしています。なるほど。その時義仲の仰せには、何時は女なり忍ぶたよりも悪べし。今は何とおっしゃってます。汝は女である、ですから敵に見つからない可能性が高いので、自分のふるさとである木曽へこの小袖を持って帰りなさいと傷を負った義仲が巴に言うたとこです。はい。これなる守りこそでも木曽に届けよ、この胸を背かば死ゆじゅう。死ゆじゅうとは、死ゆじゅうというのは主人とその家来を表す言葉、死ゆじゅうですね。なるほど。そぬかばしうじう、そんぜのちぎりたえはて、長く不況とのたまえばん、ともえはともかくも、なみお疲れ様でした。ありがとうございました。巴の歌いと姉妹を少し聞かせていただきまして、質問をさせていただきましたんですけれども、ちょっとね残っていると言いますか、質問がもう少しあったんで聞かせてもらいたいんですけれども、三方さん、はい、最初にどんどんされてたのは、はい、あれは、馬の上に乗っているのは、馬の上に乗っているのは巴御前。巴御前がどんどんしてるんですか。脳の演出として、巴御前、馬は出ませんので、はい、馬に乗っているという設定なんですね、はい、ですからこうして手綱を持ってこうしてた馬がこういう状態で、そこで馬がガクンと落ちたというのをこう、巴で表現する、はい、ガクッと落ちた。でそれは脳の表現方法でよくあることで、それは巴がやってるんじゃないやないかっていうのでもあるんですが、例えば巴長っていう曲でも一緒で、はい、馬に矢が当たって馬はしきりに跳ね上がればって、痛い痛いってやってるのを、その、ね、七がこうやるという同じような表現があります。割と脳で使う表現だと思います。ああ、馬と巴がもう一体になってるようなイメージなんですかね。そうですね。はい。で、最後の歌いの方ですけれども、三世のちぎりっていうのが出てきましたけれども、これは、はい、ここに付随する言葉として、親子は一世の中であり、で、夫婦は、恋人は二世。
そして、私有主人と家来は三世というふうに、親子はこの世限りの中でやる。で、恋人夫婦というのは二世、つまり来世でもまた結ばれましょうという思いがあり、で、三世の次、私有の関係に至っては、来世、さらにその次まで一緒にという、まあ、ちょっと迷惑な話なんですけどね。これは、木曽義仲と巴御前は、どのような関係だったんですか、ね、はい、これがこの巴という曲のテーマです。つまり、二世の中の恋人であるのか、三世であるの、三世の中である主従なのか、これは役者の思いによって、二世とも三世とも取れるわけなんですね。だから、その、義仲の最後にしても、そこで男性と女性の価値観といいますか、命、みたいな、の価値観の違いというところで、何か捉え方も演じ方も変わってくるというのがこの実は巴の魅力なんですね。なるほど。なので、先ほどまた一番最後に泣いてはりますなっていうのがありましたが、それは、思い出を追ったあの義仲からいろいろ言われるわけですね。木曽へ帰れ、でそうしなければ言うことあの聞かなければ三千の塵も耐えるぞと言われて、まあ、いわばもう泣く泣くしぶしぶ分かりましたという承知をして、だから悲しいと言って泣くわけですね。そういうような意味があります。なるほど、こんなような曲が巴、この巴、がですね、6月23日三笠まどかさんが、してでされると。はい、はい、では一言お願いします。愛の心残り、能力巴、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。